愛子さん、クオン先生はあなたのお姉さんだったのね。ええ。私たち天神小機関組は実はあの人のことよく知らないの。記憶がないというか。担任なのに？ええ。ねえ、クオン先生のこと教えて。どういう人なの？あの人は完璧な人よ。天才という言葉では収まらない。全ての理想という言葉が人間の形をしている存在。理想？まず11歳の時の著書が世界的ベストセラーになったのを皮切りに、文学界だけでなく科学、数学、芸能、経営、経済と数々の分野において研究や発表、マネジメントで大成功を収めているわ。公益財団法人 PL 振興社が一代の社長であそこまで成長しているのもあの人の力。私の家、庭家はあの人の印税で一生かかっても使い切れないほどの財を得ているけれど、そのせいで家族の絆は完全に断絶した。両親は子育ても働くのも放棄して、姉のお金で海外で遊び回っていて帰ってこないしね。そうなんだ。愛子さんはお姉さんのこと好きなの？あの人は私を大好きみたいだけれど、私は大嫌いよ。昔から全部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 私の前にレールを敷いてしまうから、私には選ぶ権利も与えられなかった。私これが好き。このブラがいいかな。うん、あら、ああ、ダメよダメよダメよ。愛ちゃんいい？体に合ったものを身につけないと、せっかくのスタイルが崩れてしまうの。まだ若いからといって油断してると、年齢を重ねていった時に必ず足かせになる。油断大敵という言葉があるけど、まさに今この時よ。こっちにしなさいね。こんなの。お姉ちゃんが買ってあげる。愛ちゃんは本当に可愛い。全部お姉ちゃんの言う通りにしなさいね。愛ちゃんはとってもいい子だから、わかるよね。うん。ね？衣食住も、親の愛情も、すべて姉ありき。私の居場所を全部奪ってしまう。姉のせいで自分のない人生が、もう何もかも嫌になって自暴自棄になりかけた時、私はレイグと出会い、魅せられオカルトに傾倒していった。霊力という姉にはない力を持っていることに興奮して体が震えたわ。これは私が見つけた力、私だけの世界。レグオークションでの売り上げは具体的な数値となって私を高揚させた。
なのにあの人はこの世界にまで踏み込んできて、あっさりと私の先に立つのよ。忌々しいわ。そうだったんだ。なんかすごい人なんだね。まあ本当のところあの人のことは私もよく分かっていない気がする。行き過ぎた正義は悪になる。純粋すぎる悪は人を救済してしまう。世の中をよく見てみて。そうでしょ。一番正しいのは全ての答えではないのよ、きっとね。地鳴りがひどいわね。校舎が崩壊に向かっているのかも。まさかあの7番目の柱が。目覚めだ。誰？本だわ。ブックオブシャドウズが喋ってる。ネハン、目を覚ました。涅槃、コアのこと、魔女の魂が。我々の接近を感じている。柱も涅槃に反応している。ダメよ、悪霊、アイコさんを離しなさい。
寿命を迎えたらみんなでまた会いましょう。
なんだ7番目の柱が光ってる。愛ちゃん、篠崎さん、行ってみよう。ナオミ、背負ってやる。急ぐぞ。遅かったわね。世界よ、見なさい。知識のセフィラが涅槃の目覚めに反応している。この校舎はもう数分のうちに壊れるわ。すぐに幸せの石で帰った方が身のためよ。あなたはどうするの？サチに壊された。もなの霊力が溜まるどころかどんどん抜けていく。マジかよ、クオン先生。どの道みんな死ぬ運命だったみたいね。バルド、心配してるかな。サトシ君。はい。君の世界にいた私はいい先生だった。え？中島さんが言ってたっけ。確かユイ先生。はい。君の世界ってなんでそのこと知ってんだよ。ミスト君も言っていたでしょ。オーラの色でわかるの。あなたたちは違う過去に存在していた人。あの、確かにユイ先生は面白くてドジで最高の先生だよ。でもクオン先生だって
ユイ先生と同じくらい優しくて楽しくてさ。私も先生のこと大好き。後悔もいっぱいあったけど、今の言葉で救われたかな。天才と呼ばれたあんたでもそう思うのね。計算の技能が早いのと、いろんな知識が豊富だったのは、単に私が異常な脳をしているだけよ。天才とかそんなのじゃない。こんな寿命まで見えてしまう人生に、あなたは魅力を感じる？その時計寿命時計、最後の一秒まで無駄にしたくなくってね。求められるがままに能力を使って命を削り続けてきたあなたは、肉体年齢は90を超えて寿命が近いって聞いてはいたけど、あの噂は本当だったみたいね。私がこの柱を破壊するわ。みんな下がって。あの子の霊力があればできる。計算上だけど間違いないはずよ。クオン先生、私がいなくなってもあなたたちの人生は続くよ。どんな困難にも負けないで。先生、みんな元気でね。やだやだ。中島さん、サトシくんちの温泉は体も心も癒してくれるわ。またゆかちゃんと一緒に入るといいわね。あ、岸沼くんは小テストちゃんと受けること、山崎先生に話してあるからね。ああ。やだもう、二人とも泣かないで。男の子でしょ。早く、もう時間がないわ。柱も私も。やだ、先生、先生。忘れないでおくわ、あんたっていう天才を。マルトゥバは心霊医療から手を引く。約束してね。アイコは私が守ってあげる。
にたくないな。死にたくない。そう思える。なんて幸せなんだろう。あ、サトシ君。先生。出会えたことがもう奇跡なんだよ。死ぬのは怖くないって思って見ていた私の時計。寿命が来れば消えればいい。それまでただやることをやる。って考えて生きてきたの。あなたに出会って、生まれて初めて恋をして、生きたいって思ったとき、時計のカウントが減らなくなった。恋っていいね。別の世界から来たあなたは、私と出会った最初の日のこと、きっと知らないだろうけど。元の世界に戻ったら、また違う先生が君と出会うのかな。ちょっと悔しいけど、私じゃない先生によろしくね。バイバイ。先生。ここは。大丈夫、あゆみちゃん。ねえ、すごい地震だったわね。急がないと。
この先だ。いよいよね。愛子さん、お願い、もう引き返して。くどいわよ。お願い、足手まといになるかもしれないから言ってるの、あなたが。ごめんなさい。ないわよ。おい、待てよ篠崎。篠崎。院長。自分の殻に逃げ込む癖がついていた。けど道はこっちにはないって気づいたんだから、覚悟したんだから。見ててお姉ちゃん、目は閉じない。
の？あなたが涅槃の意志？この本に戻って。私の家の者が不用意にあなたを呼び出したことは血縁者として謝るわ。あなたはただ眠っていただけだものね。ファオペレIntellectus fortis. What? Experiente Gehemus Genditum. Vel Olgam Messis Gilwell. Thank you.
の姫、あなたに何があったのかはわからない。でも多分あなたにそっくりな少女を私は知ってる。悲しくて悲しくて、その子は命を奪われてからもお母さんのことが大好きで、誰にも許されなかった。苦しんで苦しんで、助けを求めるままに自分を亡くして、呪いに溺れて、あなたの憎しみと怒りは正しいわ。悲しみの連鎖は誰かが止めなきゃならない。かわいそうでも、あなたにしかできない使命なの。共有できなければこの子を理解することなんてできない。私は逃げない。Thank you.
アリアス。嘘でしょ。篠崎、お前無事だったのか！院長！篠崎、その目、怪我したのか？大丈夫。あの子をここに戻すための優しい傷だよ。私のためにみんながひどい目にあって、どんなに謝ってもやっぱり許されることじゃないって分かってる。これ以上みんなを傷つけさせないよ。この涅槃から守るから。何言ってるの？どうしたんだよ篠崎、急に変なこと言って。心配しないで、今度こそちゃんと守るって決めたの。おい篠崎、篠崎。私だって篠崎の末裔、幸子がそうしたように私もこの涅槃を飲み込んで封印する。幸子のように、それってまさか。お前はもう十分傷ついたろ。もういいんだよ篠崎。でもね、いいこともあるの。吉江さんの記憶で見たんだけどね、天神症ができる前、幸子がこの涅槃を封印した時は、この涅槃に消された人の存在を取り戻せたの。取り戻す。篠原さんや鈴本さんたちみんなの思い出をこの世に取り戻せるかもしれない。篠崎、私は幸せだよ。ここでお別れになってもみんなの記憶にいるんだもの。それに比べて篠崎、今のままじゃ篠原さん、鈴本さん、森重君
ユイ先生、それに涅槃に存在を消されたたくさんの人が悲しすぎる。お前はそれでいいのかよ。人のことばっか考えてんじゃねえよ。残念だが、お前に救いは来ない。この蛇術を行使するにはそれなりの代償が必要だ。幸子ほどの霊力もないお前は、代わりにお前の存在を失うことになる。んだと？涅槃に触れる以上、存在に関しては障害反動を受けねばならない。誰の記憶にも残らない。思い出されもしない。これまでお前が生きた証は全て消えるのだ。よく考えろ。篠崎、なあ、冗談じゃねえぞ。お前の存在そのものが消えちまうなんて、そんなバカなこと。篠間くん、でも、みんなの人生を取り戻せるのなら。なんでだよ！お前、全然わかってねえ！やめるんだ、篠崎！他に方法はないのか？そうだよ、院長！私はもう、誰にも死んでほしくないし、消えてほしくない！お願いだからやめて！蛇術は常に対価を必要とする。でもそんな未来、私も納得できないわ。ありがとうみんな。でも誰かがやらなきゃいけないことなの。私やるわ。涅槃の脅威は残しながらも、見守ってゆく道もある。いいのか？問題を先送りして次の世代に不幸を回すなんてダメ。そうでしょ？ならば付き合おう。だが、ただの人間のお前にこの膨れ上がった涅槃を取り込むことができるかな？飲み込めばいいんでしょ？やってみせろ。
おい、やめろ、やめてくれ。やめてくれ、頼む、そんな簡単にいなくならないでくれよ。あなたはいつも私のこと見てくれてたね。気づいてたよ。あなたが私を忘れても私は忘れないからね、石沼くん。やめろ、やめてくれ。バカ野郎。大したものだ、篠崎あゆみ。逃げるわよ、巻き込まれる。立ちなさい、あの子を犬死にさせたいの。どの道この亀裂では止めに行くのは無理だろう。格好をつけさせてやれ。あれが幸子の血を引く後継者だ。忘れるものか、絶対。篠崎。お兄ちゃん、さつきちゃんも無事だったの。さつきちゃんの方は目を覚まさないんだが。ダラダラしないでよ。涅槃ごとあの子に食われたいの？放ってくわよ。よしき。行こう。もう少しだ、頑張れ。急ぎましょう。どうしたの、岸沼。あいつ、人の記憶から消えるだけで済むのか。
涅槃を食い尽くした後はどうなるんだ。普通の世界に戻れるのか。ヨシキ、何してるんだ。早くしないと。あいつが今いるのはその涅槃の中だぞ。待て、ヨシキ。お前ら出てろ。嘘だろ。ヨシキさん。仕方ない。急ぐわよ。ヨシキ、篠崎。この世のどこでもない場所で、嘆きと闇の支配する大きな呪いの濁流は、優しい少女の血と存在の犠牲によってせき止められた。死の運命は覆らない。取り戻した友達の生きた証は、それにより生まれる新たな悲しみで世界を満たし、癒してゆく。世代を超えて受け継がれてきた守護者のバトン、きっと彼女なら世界のどこかでまっすぐに守り続けてゆくだろう。私たちの記憶からも消え去ってしまった彼女にはもう言葉すら届けることはできないが、いくつかの世界と運命が融合したこの未来で。ナオミ、ご飯できたよ。はーい。きっとまた会える。力を守る者の矜持を胸に。
オブシャドウズ、私は使える。みんな幸せになってね。みんな、私が守るから。私、頑張るから。一人でも、いい。やっと見つけたぜ。